ここで伊那市消防団からのお知らせです。誰が何という音、炭治郎です。今年50。善逸です。もうじき還暦。私もこんな髪の毛の時がありました。生まれて初めて。ああ鬼狩りって本当に疲れるね善逸。鬼？どこどこ？怖い怖いよ。落ち着け、ここに鬼はいないよ。ああ鬼なんてびっくりすること言うなよ。ところで善逸、俺は鬼殺隊の指令の一環でみんなの家の火災警報器の様子を見てこいって言われてきたんだけど、お前の家にもあるのか？そんなものあるに決まってるだろ。今時の家にはみんなついているんだよ。俺の家にも火災警報器がついてるのを見たことがあるけど、あれは一体何なんだ？こいつ田舎者だから火災警報器が何だか知らないんだ。炭治郎、火災警報器は煙や熱を感知していち早く教えてくれる優れたものなんだよ。こんな形のものが天井についているんだ。そうだったね。今はワイヤレスで離れている場所でも連動して知らせてくれるタイプがあるみたいなんだよ。すごいね。ちゃんと知っておいてくれよ。火災に関する情報だと火災による死者の約8割が住宅火災で、約半数が逃げ遅れが原因だそうだ。わあ怖いな。だからそんな時に火災警報器がついているといち早く知らせてくれて安心なんだ。そうだね。俺の教えてもらった情報だと警報器の電池の寿命は約10年とされているそうだ。2006年の設置の義務化がもう始まって10年以上経つんだけど、その頃設置した警報器はせっかく設置してあっても作動しないってことがあると怖いよね。それじゃあ俺んち怖い、火事になっちゃうじゃん。大丈夫、電池の交換時期になるとこんな音で知らせてくれるんだって。電池切れです。メーカーによって違いがあるかもしれないけど、ボタンを押したり紐を引っ張ったりして火災警報器の動作確認ができるんだって。よかった。ということは何も反応なければ電池切れ、あるいは本体の故障かね。大丈夫、違う。そんな時は速やかに電池交換、もしくは本体の交換だね。まだ火災警報器の設置ができていない家庭は急いでつけてください。それから消防署や消防団、市町村を語る悪質な訪問販売があると聞きました。くれぐれも注意してください。鬼より怖いじゃん。火災警報器の維持管理をして、みんな安全に暮らしてください。俺たちと約束してくれよ。We'll be right back.
ここからは小さなお子さんに向けて覚えておいてほしいことをお伝えします。これからクイズを出すよ。どっちの答えが正しいかテレビの前のお友達も一緒に考えてね。第1問。あ、お家が燃えているよ。こんな時みんなはどうする？正しいのはどっち？1番、戦う。2番、逃げる。答えは2番の逃げる。第2問。あ、川の水があふれてきたよ。こんな時みんなはどうする？正しいのはどっち？1番、戦う。2番、逃げる。答えは2番の逃げる。ちょっと簡単すぎたかな。もうみんなは知っているよね。火やお水はとっても危ないので戦うのはやめましょうね。すぐに逃げて大人の人に知らせましょう。次のクイズは少し難しいよ。第3問。川のお水がどんどん溢れてきたよ。体のどこまでお水が来たら逃げるかな。1番、膝のところ。2番、首のところ。答えは1番、膝のところ。首まで深いのはもちろん危ないんだけど、膝のところでも危ないんだよ。なぜかというと、流れるお水はとっても力が強いので、膝までお水が来たら人間は流されてしまうんだって。雨がいっぱい降った時は川の近くに行かない、早く逃げるということを覚えておいてくださいね。それではまたねー。